ごご視聴ありがとうございますこれよりお届けいたします作品は「野村古道作『銭形平治酉物控え』より『悲しき恋人』昭和31年娯楽読売1957年『銭形平治酉物全集第25巻より『青空文庫』未収録」。それでは 本文をは朝。悲しき恋人第一章。銭形平次のところへ、顔見知りの。浅田や虎右衛門が訪ねてきました。六十前後。金も辞書もしっかり持っているが。その。 意向でいささかけんだかです。よくハゲ上がった頭。頭恐ろしく太った体金つぼまなこで鼻の先が赤くて辛いものと女の子が好きで、好きでたまらない様子です。お親分助けてください。わしはこの間から命を狙われているに違いありません。普段は口もきかない。親父ですが。 明神下の銭形平治のところへ片ちんばの水桁を履いたまま普段着どころか羽織を引っ掛けた寝巻きのまま飛び込むのでしたまだ朝の日は当たったばかり女房のおしずはお勝手で肩こと漬物を切っております「朝田屋の旦那朝から底辺な騒ぎですね命を狙われるとは用意のことじゃありませんが」。は落ち着き払った で、朝のタバコにしております。正月になったばかりの朝、日空やがてまちまちにはタコの音も聞こえ、姉の音も聞こえるでしょう。やがて、春ともなれば、この辺りにはうぐいすも鳴き、梅の香りも漂います。でもおやぶん、親分朝のうがいを済ませて、好きなお茶がいっぱい。梅干しの三年漬けをなめて一口いただこうとすると。プンッ と岩見銀山の匂いあれは間違いもありません中を透かしてみると得体の知れないものがよどんでおりあは若い頃薬酒屋に奉行してあの匂いはよく知っております岩見銀山は味も匂いもないのが本体ですが久しく持ちいないといくらかの匂いがつきます朝田屋の主人はとうとうとベンずるのです火素材の岩見銀山に 匂いがあるかないかわかりませんが薬師屋に奉公した経験のあるという主人の言葉を信じないわけにはまいりませんそのお茶を誰がいらしたお部屋へもっと行ったのは朝田屋の主人は口をつぐみましたここまで飛んできたもののそう聞かれると妙に気のさすものがあったのですそれをおっしゃらねえとわかりませんがそれは申します実は いつも娘の三木が持ってくることになっておりますが本名をお三木と申します十八になったばかりで実の子で親の私に恨みがあるはずもありませんとラえもんはそう言ってしまってここで興奮が冷めたものかよく剥げた頭をつるりと撫でます娘が持ってきた茶に毒の入っているはずもなかったのですそりゃ厄介なことになるんですが これは私の思い違い違でしょう。娘がそんなことをするわけもないのですからそう言ったきり浅田屋の主人はそそくさと立ち返りました引き止めることも聞き返すこともできません平次はそれをどうしようもありませんでした浅田屋というのは役所屋から地主家主そして金貸しに代わって今では界隈の金持ちです役人を兼ねて、 顔も広く、おかみの通りもよく、ご用聞き不正では押して物を言うすべもなかったのです。それから何日か過ぎました。平時も貧乏者の寝少月で武将らしく暮らしましたが、お用始めになると私政の雑事がやけにせわしく忘れるともなく朝代屋の読茶事件は忘れていたのです。 いずれにしても家庭内の内緒ごとで、抗だてることもなかったのでしょう。お年んしに来たっきりの古文の八五郎は、松が取れるとすぐ、ニュースのお年玉を担ぎ込んできました。脳天から突き抜けるような声、あで火事をとって、明神下に鳴り響きます。おいおい、てめだ。あいおい町の浅田屋が、虫のように殺されましたぜ。なんだとこいつはでっけえ虫だ。 三国志の講釈で聞くとなんとかいうもろこしの大将は死んでから三日身を追い続けたってねえライモンも二日ぐらいは請け合いも追い続けるいい加減にしねえかバカ野郎仏様の悪口を言っちゃすんめ悪口も言いたくなりやすすや浅田屋の詩人はただの死にようじゃねえお見かけの女へは留守一人で起きごたつに寝込んだまま蒲焼きにされたんでへえこいつは年代気問でしょう そういう八五郎は毛の当たったことに面白そうでした。金があって辞書があって目かけが若くて美しいときてしっかり暗い太っていると褒められようはありません。ともかく行ってみよう神田小屋は初めて夫も目かけのおのえと娘のおみきはそりゃ綺麗なおですよ。おのえ実は 鏡山の中路を尾上から取った生きのいい御殿女中だその辺に転がっている岡場所の女とは素性が違う娘の御神きと来ちゃそりゃあもう下なめずるやせよせや人聞きの悪い野郎だそういううちにも道は相生町にかかっておりました浅田屋は大きい下田屋ですが店先は天夜番屋の騒ぎですはお見知りの中で遠慮も会釈もありませんほよ。

三国志ののに比べたのも無理はありません布団をかぶって寝ているうちに炭酸ガスに中毒したのかもしれません体は冷たくなりきってもはや息を吹き返す見込みもありません部屋は全く孤立して廊下伝いに娘おみきに知れずにここへ通る工夫もありません離れになった一室は雨戸を外すほかには吉屋虎右衛門の死が 人手にかかった給仕にしても人に知られずに外から人の入ったはずはなかったのです。第2章平治は相変わらず念入りにあたりの関係から死骸を研究していたのです。恥おめえは気がついたか。善光寺平治はいきなり声を出しました。何やら用意ならぬことに気がついた様子です。どうしましたおやぶん。こたつの火は消えている。 み火を生けたものらしい。こんなことで人は死ぬだろうか。孤つに寝かした赤ん坊が死んでいたという話がありますよ。三十貫地形大の男だぜ。孤つへ首を突っ込んだって死にはしませんね。待ってくれ。主人の首に変な音があるんだ。真田紐や浅縄じゃねえ。細くて柔け絹の紐だ。そんなものはありゃしませんよ。バカだな。喉仏や壊れているに違えねえ。 クセモンは火事が恐ろしくって後で火の始末をしていったんだ主人の足で暴れられるとかなわねえからだ火は消えているが灰をかけてこたつを遠のけた様子があるじゃねえかえまだあるよ六十地形金持ちのドラえもんが尻をはしょってこたつへへいっているじゃねえか若えもんだってこの寒さに尻をまくってこたつへへいるやつはあるねえこれはクセモンが絹のようなもので らえもんを締め殺しめた上畳の上で死んでいちゃう具合が悪いからこたつの中へ引きずり込んだにちげえねえ。物の尻も乱れるじゃねえか。平次にそう言われるといちいちもっともです。するとくせんは誰でしょう八五郎は猟犬のように乗り出しました。「じまるをみつくれ王女帯だが恐ろしく小人数だ。くせんのいるところがなきゃうちのもんにちげえねえ。こいつは訳もあれへん。八五郎は飛んでいきました。 明るいうちからあたりの雨戸を閉めるのは楽ではありません。駆けつけた下っぴきたちとわずかに残るうちのものを手伝わせて、店もおかってもあらゆる窓という窓もあたつむりの殻のように厳重に閉めさせます。おやぶん、金持ちのうちというもんはこんなに厳重でしょうか。いちいち山がおりて若気がかかった上にカンヌキがありますよ。三重のしまるよ破っちゃどんな泥棒だって外からへいれやしません。 とラえもんが一人で留守をしたわけですね。八五郎は肝をつぶしております。俺も見たが底辺なことだな。うちの門を呼んで一人ずつ会ってみましょうか。他に手はあるめえよ。八五郎は飛び出しました。この上はうちの者一人一人に会って、人相でも確かめるほかはありません。くせが外から入った形跡がなければ、この儚い桑立が唯一の手がかりになるでしょう。 外は正月の寒さでよく凍っておりますが、窓も雨戸も厳重に閉まっており雨戸などには内側から半抜きまで下ろしてあるのです庭はそんなに広くはなく雪見道路が一つ下町らしい小さい植木が23本それでも形は整っております。 さん、私に御用だそうで。最初に入ってきたのは浅田屋のおめかけの尾上でした主人のラ右衛門とは大変年が違って30前後にもなるでしょうかおしろいの濃い表情的な女です眉を剃って黒々と歯を染めておりますがその青い眉も黒い歯も言い,いようもなく色っぽくやや細骨の太り獅子も 豊かな行姿が腰から下に悩ましくよどんでいそうです。ユンベの話をちょいと聞きてえが、なんでもねえことだな。平次は事務的な無関心な顔をあげました。それは聞くべきことは聞いておきたいといった武将らしい顔です。明るいうちにシャミセンボリの母のうちへ行きました。五つ目だったでしょう。五つ目。 母は60を越してから気が弱くなって娘の私に会いたがっておりました月に一度は必ず母のもとへ参ります平治はそれを聞きながら廊下で目を光らせている八五郎にちょいと合図をしました「ここから三味線堀までちょっと一とっ走りさせる気でしょう吐き物は」平治は妙なことを問いましたよく掃除の行き届いた玄関に 汚い男下手が一足脱ぎ捨ててあったことに気がついたのです。金持ちの下田屋や江戸の相生町の玄関にはないことです。取り急いだのでそんなものを突っかけてまいりました。おの,えの美食は眉を動かさずに取りすまして何の疑いもありませんが平次は妙なところに重大なこだわりを持っております。あののに廊下の向こうから 若々しい声がかかります。おめえはおやぶんさんごめんください。私おみきでございます。顔を出したのはいたずらっこらしい十八の娘でした。つぶらなまなこで天井を向いた鼻を人をバカにしたような唇の隅々にいいようもない愛嬌があります。おおおみきさんというのはおめえか。これは平次も初対面でした。こんな娘は。 かわいらしくは親分さんここから三味線リは近いんですものおっかさんが水下駄を突っかけて行ったって無理はないじゃありませんかおめえはそれを言いに来たのかでもおっかさんがかわいそうじゃありませんか下駄を間違えたばかりに下手に扱いにされちゃうだがな窓の外にしゃれた女下駄はあったぜ人がめったに出入りしねえ窓だこの窓の外にまあ 人間が吐き物を脱ぐ場所じゃねえよ。平次はすぐ突っ込みました。堅く閉ざした離れの窓の下は、滅多なことでは人の出入りする場所でもなく、吐き物などを脱ぐ場所ではなかったのです。犬がくわえてきたんでしょう。あの白と来たら、なんていたずらをするんでしょう。犬が一足の下駄を揃えて咥えて歩くか。 二足だって三足だっててて加えて歩きますよ。私の履物を二足も運んだことがあるんですもの犬の心持ちは人には分かりやしませんそういえばそういったものかも分かりません窓の三は拳銃に降りており外は寒い晩で足跡が一つもなく平次もこの上は疑いようもありません妾の尾上はおみきに救われて方法の手で逃げ出しました第三章 それじゃあ聞くがおめえは呼んでどこにいたんだ。平次は改めておみきに問いを向けました。これは申し分なく好感を持てる顔ですが、そのいたずらっけと賢さも相当のようです。私はそこを動きはしません。廊下をからかみ越しに一晩お父さんを見張っていたんです。お隣へは誰も来やしません。おみきはそれとはなく弁解をするのです。 おめえはよくねむろこったろうなひいじはついそういってみたくなりました18さいになったばかりのけんこうそのもののおみきが不眠症やい弱があってはたまったものではありませんよくねますよでもおとっさんがころされるときねていいもんでしょうか二重のからかみとろうかはあるけれどおめえにひとつだけききて絹のえりまきをしてるひとはねえかこれだけたいけならねえことはあるねえ 平次は死骸の首の跡から絹の襟巻きに到達したのです。真田や朝日も出ないとすると、絹の襟巻きか老人らしく、真綿を輪にした古風な襟巻きかもしれません。でも、老人とは言っても達者なドラえもんは真綿の襟巻きをして寝るはずもありません。父親が絹の襟巻きをしていました。 年寄りですから、それが見えないようですが。おみきもうろうろ探しましたが、そのあたりには、絹の襟巻きの影もありません。平次は、念入りにうちの中を探しました。小机にも、布団の中にも、こたつの中にも、絹の襟巻きらしいものはありません。それから、押入れへ、戸棚へ、平治の調べはよく届きます。金のある家で、ちょうどから書道具、妙に、 磨き抜かれて贅沢ですが、平次はいったい何を探しているのでしょう。平次はそのあたりを一あたり調べたのち、窓から首を出しました。三尺の窓の外には日差しがあって、裏門をかねた軌道に通じます。平次は窓から出てそのあたりまで行くと、粗末ながら恐ろしく厳重な軌道に近づきました。若木を外してちょいっと見ると、軌道の横木が。あって その外は路地になっており片側には怪しげな下水が流れております平時は軌道が案外硬いので丁寧に開けて外へ出ると御用聞き本能で何気なくその下水を覗きました何やら見えるようであります手を入れて引くとズルズルと引かれてきたのは御隠居が襟巻きにしている白衣ではありませんかもとより夏なら泥も湧き ミミズもいるでしょう。散々の汚さですが一つも血の跡があるではなく裏口の木戸の外ですからこれが何の証拠になるか見当もつきません。平次は汚れた襟まきを手ぬぐいに包んでそのままうちの中へ入りましたおみきはどこかへ行ってしまってそこにまだ調べのすまない人たち番頭の佐五郎との 用坊の円寺健斎が残っているだけあとは愚鈍そうな下女が一人これは給料を貯めるほかには何の能もない飯炊きです番頭は五十前後帳面には詳しいが店の隣から抜け出して何にもできるはずはなくその上念入りに貧弱で何を聞いてもらちはあきません七年も五百回になっております。 両方に死なれましたが、娘は本所で働いております。いや、もうこうなっては。死に金を貯めるほかには、何にも望みがない男に、人殺しなどのできるはずもありません。廊下を隔てて若くて達者な娘の尾三木が寝ているのです。用心坊の縁字剣裁は、体は大きいが、 恐ろしく弱気な浪人者で主人の碁の相手をするほかに脳もありませんその頃は浪人者やあぶれ士の多かった時代で潔福のいい者や腕の立つ者はそれを言い立てて幕中打ちの用心棒や金持ちの用心棒になって大した出世の見込みもない無事な一生を送った時代です。エンジさん。 やっけなことをお聞きしますが、ユンベ、お気づきのことはありませんか？いや、何にもない。拙者はよく寝る方でな。大きい体を揺すって場所柄もわきまえずからからと豪血笑いをする相手です。当季いらっしゃいましたのは早いものだ。もう三年になるよ。お主人のこの相手をするほかには用事もない。 最も拙者の部屋は表2階だ。この体ではしご段を降りるとえらい音がするよ不審が悪いなこの大男が音のする2階から降りて娘のいる部屋の前を通り主人を絞め殺すなどは考えられません下女の思いは幾部屋か隔ててお勝手の近くに寝ており何を聞いても愚かしくて要領を得ませんしかし賢かったところで 朝田家の奥は深く、この女が死んでくる道もなかったのです。廊下はうぐいす張りのように音を立てて、重八貫の下条がどこを通っても無事ではなかったのです。人当たりの調べが済むと平次もあきらめて妙人したのうちに帰って八五郎の情報を待つほかはなかったのです。第四章。おやぶん、今日は大手ごろでしたよ。 八五郎がどなり込んだのはその晩遅くなってからでした三味線彫りから元鳥越へかけて一日歩き回ってさんざん疲れていたのですまあ八五郎さんまだごはん前でしょかわいそうに <laughs> おなかの皮が背骨へくっつきそうで腹の減ったなんてそんな名前さしいもんじゃありませんよまあまあ。 それでも優しく冷たい飯のお膳立てをして角の酒屋へひとっ走りいいのを2合買ってきたりしましたそのろい気だありがてえな姉さん余計なお世辞を言うなところでおかんのつくうちおめえの話を聞こうじゃねえかしゃべったり飲んだり勝手なことを言えあしはともかく三味線ぼりのおの,えのおふくろのうちへ行きましたゆんべ娘は確かに来たようでこれには間違いありません 八五郎の話はカンカンたるテンポで始まりますところでおのえはその時何を履いていたんだそこまでは聞きませんよ美しい女は何を履いていたって下はそんなことを構えやしません顔ばかり見ているからはっきれたやろうだおめえはご用聞きだよあまにははきもんも気をつけてみるがいい。 それから、近所の噂をみんな書き集めましたよ。あれっくいのピカピカする年間が来るのを、近所の衆が知らねえはずもありません。おろっけん当たっていると、いい話が手に入りました。そらなんだおのえは金で買われた六十男のトライモンの目影だから、隠し男があったんですよ。そら誰だはわてじゃいけません。音取り声の歌像でなんでそれいろこわがり、しべえの二枚目で嫌な野郎で、まるでおめえみてえだ。 金と力はねえに決まってるでしょうそのくせこの色男は悪知恵だけはふんだんにあるうん尾上は母親とグルになって四つ杉は三味線彫りから元鳥越まで男に会いに通っているちくしゃお、ね、安くはねえでしょうそれからどうしたおふくろはどんなに責めたって言い,いやしませんところがこんな話は近所の衆がよく知っているから足まめに四五軒歩いて尾上の,の様子を聞き出しました 万虎えもんに知れると尾上は放り出されるからおふくろが言わねえのも無理ありませんあしは元鳥越の歌像のうちへ乗り込みました歌種たたをしている歌像をたたき起こして聞くと尾上との仲もだっとわかりゆんべ兵お尾上は無つ過ぎになってやっと来たこともわかりました歌像にしちゃやきもち気味で腹も立っていたんでしょうそれにしても三味線彫りから元鳥越まで1時間近くかかるのは少し変じゃありませんか 三味堀を出て元鳥越に来る前に歩いちはへ揺れねえことはねえ親ぶん、あの女は下手人すか早がてん押しゃいけねえあのうちは雨戸も窓も家の中から閉まっていて外から人の兵った様子もなかったんだところがあっしは変なことを聞きましたよあの影間野郎の弟が歌五郎といって兄に劣らぬ色好みだが近頃おのえの世話で 浅田の娘のすおみきといいいなにっっててるんで十八娘を手に入れて歌五郎も夢中だが素人の悲しさで相手のおみきは夢中ののぼせようですって「色の鳥もちゃ親よりかわいい」とはこのことなんでバにしているじゃありませんか八五郎は自分のことのようにプリプリしております。 第五章その晩は無事に過ぎました下っ引きを二人三人刈り集めて阿生町の浅田屋の内外を見張らせるほかには平次といえども手を下しようはなかったのですくせ者は妾の尾上ではないかげま崩れの箸にも棒にもかからぬ歌像を色男にして六十親父を巧みに操っている あの女は癖者に決まったようなものですが鉄塔のように締め切った主人の寝室へ入って女だてらに仕事をやり遂げる手はありませんその上時間にしてわずか一呼吸の間のことです尾上に寝室鬼没の手際があってもこれは容易にできることではありませんあくる日まだ早いうちに平次は相生町に行きました窓の外の履物の不思議 下水に突っ込んだ絹の襟巻きの不思議。証拠はいくらもありますが、決め手というものは一つもありません。八五郎はもう来ております。平次は店へ入ると、愚かしき下女のおもよが無人の悲しさで、入り口などを吐いております。おはよう。お前さん、元気だね。平次は愛想よく声をかけました。御用聞きから見れば、下女も下男も、 もちのんありまませんおはようございます、親分んさんおのえさんはいなさるかいご新造さんかえ奥の六畳にいなさるだよ近頃バカにお二人は仲がええだよ。妾と娘およそ仲が悪かるべきはずの二人がこの騒ぎの中でも一目ぼしのんで離れがたい気持ちでいるのは女同士のただごとではないような気がするのですそいつはいいごったね。 平治は下女の話を空耳に聞いて幾曲がりか廊下を奥の六畳に踏み込みました廊下は娘おみきのところで一曲がりし死んだ主人の虎えもんの部屋に通じます入り口は一つでたった一軒三と若木とカンヌきで固められて他に三尺の窓が一つその三もうちから厳重に降りているはずです。平治が飛び込むと、 2人の女は左右に分かれました。尾上と娘のおみきでしょう。どちらもかげろうの立ちそうな美しさです。尾上さん、ちょいっと見てることがあるんだ。平次は珍しく女の袖を取りました。平次にしてはかつてない強引さです。あれ、親分尾上は御用聞きに袖を押さえられて震え上がりました。青色が少し青ずんで。 華奢な肩で息をしておりますおめえはゆんべから出たはずもなかった3人で見晴らしていたから間違いもあるねうちの周りは念入りに凍っている足は2日がかりで気をつけている外には何にも落ちちゃいなかったはずだ平次は冷たい顔をして尾上の,の美食を見上げました尾上は袖を貴重にしてわずかに震えております黒い歯が心持ちなります小石 いや石じゃ取り扱いが不自由だおめえは袖の中か帯の間に木のネジを隠しているにちげえねえおとつい四つ過ぎにおめえは三味線彫りの母親のうちからこのうちの窓の下に訪ねてきた自分のうちだが戸が閉まっているから自由にならねえおめえは夫の虎えもんとの間にそーっとささやいたことがある夜中におめえさんに会いたくなれやあっしは シャミセンボりから飛んでくるかもしれねえ雇い人や娘にも知れねえようにそっととをあけて入れてくださいとねトラえもんはそれをうれしいことに思った星はとってもたわいのねえ恋の遊びはうれしいもんだトラえもんがそっととをあけるとおめえは窓から飛び込んでトラえもんの絹の襟巻きでトラえもんを締め殺し窓から飛び降りて消えるときおめえは履物を間違えた。 美しい桁が汚え水桁になっているのはそのためで裏の木戸を出るとき若木が勝てんでおめえは絹の襟巻きを持ってきたことに気がついて下水の泥の中へ襟巻きをうずめた」これは一つの手でもう一つは主人のラえもんと少しの打ち合わせもなくおめえは三味線彫りへ出かけるときこの窓のさんの落ちる穴の中へ木でこしらえた線をしていった。 トラえもんはをは降りていねえおめえはドラえもんの寝たあとで自由に窓からへれるわけだ窓を開けたあとその線をたもとか帯の間へ隠したはずだ朝になって母のちから帰ったと見せかけたおめえは窓の穴の中かその近所に落ちている木の線を隠すのは何でもねえことだそのへんに落としてわしにでも拾われるとへいへんなことになる 平治はもう容赦をしませんでした。証拠は動きの取れないほど揃っております。第六章。はい、はやぶんていへんな。八五郎が飛んできたのはそれから少し後でした。なんて格好だ。この寒空に水だらけじゃねえか。平治も縁側へ顔を出しました。娘のおみきが身を投げたんですよ。この寒空に何ということでしょう。 幸いに下っ引きをつけておいたからよかったものの足も両国まで飛んでいって濡れながら泣いている娘を抱いてきましたよこんな時でなきゃめったに娘は抱けねえバカ野郎いい加減にしろ平次もこれでは口小言も言えません話を半分に聞いて飛び出したんですって絵かけの尾絵が無実の罪で平城親分に縛られるものとばかり思ったんですって待て待て俺が行って話してやる別室にはその時はもう あまり水を飲まなかったおみきが床の中に放り込まれ、手厚い解放を受けておりました。髪はまだ寒水に濡れておりますが、可愛らしい目はもう恥ずかしさとやるせなさと激しい後悔に渇いております。平次はおみきの部屋の中へ入ると、それを黙って見ておりました。二度三度おみきは寝苦しそうに寝返りを打ちますが、 お互いに黙って物を言おうともしません。冬の日は暖かく座敷の中のおみきの枕元まで入いますが、二人は相変わらず黙っております。ややしばらくして平次は枕元にいざりよって薬湯の入っている瓶を直してやりました。お嬢さん、間違っちゃいけねえ。父親のトラえもんさんを殺したのはあのおめかけの斧にちげえねえ。 八五郎は縄を打って引きずっていったよ。おのえは何にも言わなかったよ。証拠に間違えはねえ。お嬢さんはこの家を建てていかなければならねえ。恋の取り持ちは一時の恩にそうやるねえが、親を殺した女を許しちゃおけねえ。男地獄の歌五郎も恥ずかしい世渡りだ。あしは何にも言わねえ。よーく考えてみろがいい。それじゃ。平次は何事もなかったように。 この悲しき恋人を見捨てました。野村古道作。銭形平次捕物控えより。悲しき恋人。昭和三十一年。娯楽読売。千九百五十七年銭形平次捕物全集。第二十五巻より。読み切り。 ありがとうございます。